はい、じゃあ始まりましたハイチのダラダラジオ、今週は努力をするべき時はいつかというテーマで喋っていこうと思います。で、本編に行く前にね、今すっごい不思議な気分で喋ってるんですよ。なんでかって、昨日ね、 TBS ラジオのトークアバウトという番組に出させていただいたんです。聞いていただいた方にありがとうございました。で、最初なんかラジオって言われてたのはさ、本当なくても10分ぐらいだったりしたから、そのぐらいかなと思ったら、多分50分ぐらい多分スタジオにさせてもらってて、そう、途中で、ね、ちょっと CM とかも挟むから、実質喋ってたのは多分30分40分ぐらいかなだと思うんですけど、そうなんですよ。工藤大輝さんとね、もう本当めちゃくちゃイケメンでびっくりあんな顔に生まれたかったと思いながらね、喋ってましたけど、まあまあ、なのでそのラジオのね、俺が参加したのが11時ぐらいに終わったんですけど、その終電なくて、そうだから今東京駅の近くのホテルに泊まってるんです。なので、ラジオ、本当のラジオを撮った、参加した後に、生放送だけどね、参加した後にこのダラダラジオを撮ってるっていう、そう、それで不思議な気持ちっていう話、それだけなんだけどねじゃあ本編行きましょうか。あ、ちょっと今ホテルの部屋で撮ってるから、もしかしたらいつもより音が響いてるかもしれない。ちょっと聞きにくかったらごめんなさいね。で、戻ると、努力をするべき時っていう話なんですが、これ学生のみんなに向けてもちろん聞いてほしいんだけど、あと社会人の方とか、これから社会に出ていく大学生の方とかにちょっと覚えておいてほしいなっていうところでね、例えば、何がいいかな、勉強より多分ね、スポーツとかの方が例えば分かりやすいかもしれないんだけど、じゃあちょっと運動してない方はちょっと頑張って想像してもらっていい？例えばさ、じゃあ野球をしてますと。で、もちろん、人だからさ、調子がいい時と調子が悪い時とかあるじゃん、波もあるじゃんか。みんなの勉強のモチベーションとかもそうなんだけど、そうだと思うんだけど、努力をするべき時っていつだと思う？もちろんずっとっていうかね、多分ね、模範解答なんだけど、ちょっとずっとなしにしてもらっていい？調子がいい時と悪い時とかだったらさ。で、これ、この質問をされると、ああ、そう答えてほしいのかなって多分想像つく方もいると思うんだよね。だから、普通の会話からしていくと、きっとね、多くの方が、調子が悪くなったら努力をするんですよ。っていうのがやっぱりね、一般的だと思うんだけど、ぜひ覚えててほしいのが、調子がいい時ほど、努力をするっていう、そうっていうのを俺は営業マンの時に学んだんです。これ自分は塾講師じゃね、ごめん、大学卒業して最初の会社が営業マンやってたんですけど、本当にいろんなことを教えてもらったのね。で、そこで言われた言葉の一個で大事にしてる言葉がそれなのよ。そう、営業マンって当然営業成績っていうのがあってさ、どれだけ売れましたかっていうのが出るわけ、毎日チェックするから。そう、表彰されたりで、売れてない人はもうこう叱咤されるわけよ。そうそうそうっていう世界なんで、数字の世界だからね。で、売れてる営業の方っていうのは、この全然見せないんだよ、努力してる人は見せないんだけど、やっぱり皆さんおっしゃるのが、売れてる時ほど努力をすると。そうだから、例えば調子が悪くなってから調子がいいとこに戻すために努力をするんじゃなくて、調子がいい時に調子が悪くならないように努力をしていくっていう。あ、それす、俺は衝撃だったんだよね、その発想なくて。だから今回その、ちょっとテーマで喋りたいなと思ったんですけど、で、自分もそれを聞いてからそれをすごく大事にしてる。きっと俺、その先週ね、情熱大陸に出させてもらって、数字の面では調子がいいわけ。今週1週間でものすごい登録者の方伸びたし、そう、特需なわけよ今ね。で、自分がよく、35年生きてる中でさ、調子がいい時もあれば悪い時もいろいろあったわけ。それは YouTube だけじゃなくてね、人生って中でさ。で、俺うまくいってる時にいつも思うことがあるんだけど、うまくいってる時ほど、例えばね、すげえ細かいこと言うと、運転を丁寧にしようとか、浮き足立ってないかなって、もしかしたらこれ油断するとすぐ足元すくわれるよ俺って絶対思うようにしてるの。そう、普段自分すごく運がいいと思ってて、もうちょっとやそっとのことだったらもうへこたれないし、正直ね、俺運がいいから大丈夫って思ってるからさ、思ってるんだけれども、逆にうまくいってる時、そうそうそう、順調にいってる時ほど、俺多分油断したらすぐ悪いことが起こる、不運が起こるっていう風に思うように、もうスイッチができてて、自分の中で。だからみんなもさ、例えば今、受験勉強もかなり佳境になってきてると思うんだけど、うまくいってる時ほど努
努力もしてほしい。そう、まあ、勉強面だけじゃなくてこれから先もそうなんだけどっていう発想はね持っておくと、いいと思う。俺はそれを知ってからやっぱすごく人生の何て言うんだろう、波はあるよ、波はあるんだけど平均的に高いところで波が推移できてると思ってる。大崩れすることはなくなったもんね、やっぱり、あの考えがすごく関与してるかなと思います。だから、あ、で、そうそう、これとセットでもう一個伝えたかったのが、ただ人生ずっとね、ずっと順風満帆とか、順風満帆とかうまくいくっていうことはありえなくて、必ずどっかでその下に来る時がある。波がね、そう、うまくいかんなって、なんか最近調子悪いみたいな来るから、それをへこみすぎちゃダメっていう、そういうもんだからしゃあなくねっつって、やっぱりね割り切る力ってすごく大事で、しゃあねえっつって、でしゃあねえ、俺がよく言うよ自分で、しゃあねえしょうがねえって思ってんだけど、それって諦めるために言ってんじゃないんだよ。もうしょうがないよね、私こういう人間だから、違うそうじゃないんだって。何かっていうと、早くこの下の時期、波が下に来てる時期を早めに終わらせるためにしゃあねえって言ってんの。そう、しゃあねえ、この下が来ちゃったのはしょうがないよねと、でも下に居続けたくはないから、しょうがないと受け入れた上で、じゃあ上に上がるために何ができるかなって考えるわけよ。そうで、まあ本当俺よくさ、ダラダラ嬢だけじゃないけど、すごいバランスっていう言葉をよく使うんよね。俺すごく大事にしてるから、何にしても偏りすぎないようにと思ってね。そうだから、まあみんなもさ、今勉強にしてもね、スポーツにしてもわからん、なんか芸術的なのかもわからんし、この先の人生になるかもしれないんだけれど、そう、何かそういう風にうまくいってる時ね、言ってる時ほど足元救われないしようっていうのは大事にしてほしいし、そのうまくいってる時ほど努力をしようって、そう、うまくいってるから手抜くなんてもう三流もいいとこよ、かっこ悪いよそれは、うまくいってる時ほどしっかりやるっていう感じかな。それを伝えたくて今回ね喋らせてもらいました。だから本当はさ、その情熱大陸がね放送されて、で、まあ、生放送も 1.6 万人ぐらいか、ね、1万6000人の方が来てくださって、あ、でツイートしたけどさ、具体的な数字は聞けないんだけど、視聴率あるじゃん、結構良かったらしい。本当めちゃくちゃスタッフの方喜んでくれてたもん。そうでもね、それはね、長くなっていいかな、ちょ、ここは本編ここで終わってっからさ、止めちゃっても構わないんだけど、ちょっとそうそう言いたかったんだ。これ実はね、今回視聴率に関してはすごい気にしてたの。俺は普段の再生数とかあんま気にしないんだけど、視聴率は今回めっちゃ気にしてて、実は。なんでかっていうと、YouTuber 初だったよ、情熱大陸。でさ、やっぱテレビと YouTube って少しね、こう壁はなくなってきたけれども、やっぱりさ、あるんだわ、そこには。で、YouTuber を使ったじゃん、初めて情熱大陸。こんなに歴史ある番組にね。それでさ、数字取れなかったら、やっぱり情熱大陸の方からするとさ、やっぱ YouTube はダメだ、YouTube はダメだと、うちは合わねえってなっちゃったら、次の人出にくいじゃん。絶対いるから出たいって思ってるじゃん、 YouTuber の中でも。そうだから、そこはね、なんとしてもちょっと死守したいというか、最低ラインの数字までは行きたいなって思ってて、それで仕掛けたのもあったんよ、生放送に関しては盛り上げたかったからね。で、まあ、あれ俺のね 1.6 万なんて本当にもう微力なもんだけど、視聴率からすると。でも本当、結構本当いい数字だったらしい、それがお世辞じゃなければなので安心した。本当にありがとう、みんな見てくれてね。そうでも内容良かったよね、なんか自分で言うのもあれだけど、本当に良かったと思う。素敵な編集してもらってさ、だって今週さ、すごいさ、動画撮れなくてごめんだったんだけど、俺月曜から今日の日曜まで毎日新幹線乗ってて、実はそう、情熱大陸関係なしに、もともと仕事入ってたんよ今週、すごい固まっててね、全然動画撮れなかったんだけど、行く先々で絶対言われたもんね、情熱大陸のこと、すごく良かったですみたいな。そうだから、まあ夢も叶ったし、素敵な放送だったし、みんなも喜んでくれたしってことで、良かったなと思う、っていう感じです。ちょっといろいろ長くなっちゃったけど、聞いてくれてありがとうございました。はい、じゃあまた来週ね、何か喋っていきますので、もしよかったら次回の方もね聞いてみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。